はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はドローンクエストビルダーズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。ムーンブルク編です。ゆきあみ、魔法兵器も完成し、陣地内の設備は整ってきた。あとは城門を作れればムーンブルク城の再建が完了するけど、君一人で城門を作るのは大変だろう。そこでだ、この辺りでビルダーの鐘を鳴らし、みんなのものづくり力を高めてほしい。指導から聞いたんだよ。ものづくり力が上がれば僕たちも建築できる。そしたら僕たちも君を手伝える。それにあの鐘の音を聞けばかつての仲間も戻ってくるだろう。兵力も増えるに違いない。人々の願いを聞いてものづくりのかけらを集めてくれ。そしてビルダーの鐘を鳴らすんだ。はい、まあ前回鳴らしたからかな。はい、完了してますね。はい、ビルダーの鐘を鳴らしてくれてありがとう。これでハーゴン軍と戦っていけるよ。もはやこれまでじゃ。もうこのものづくり欲を、止められん。わしも教団を抜けビルダーになろう。私もです。これからは私も池上さんのものづくりに協力させてください。なんだなんだ。いやいや、君は確か最初の鐘で来た。俺たちも目が覚めた。これからはビルダーとしてものづくりを手伝わせてもらおう。うむ、者どもよく申した。皆で物を作りハーゴン軍と戦うのだ。ハーゴン様の教えを破りみんながビルダーになるなんて、そんなこと許されていいのか。うるさい、主たちも今すぐビルダーになれ。これは王の側近たるわしの命令だぞ。わかりました。では我々もすぐに。今後設計図で何か組み立てるときは収納箱に材料を入れてくれれば僕たちも建築を手伝うよ。ハーゴン軍との戦いはこれからだ。まずは何とかして陣地を包囲している先兵部隊を撃破しよう。さあ、ストーリーの方ね、これで進められそうですね。また新たなミッションが出ましたね。他の人もなんかミッション持ってんのかな。特に他の人は持ってなさそうだな。この2人だけか。かあ、ビルダーめ、相変わらずニコニコと物を作りよって、なんともけしからん。時にビルダーよ、わしが言ったありがたい言葉を覚えておるか。戦争とはすなわち食料の確保。そこでお主には料理をするための部屋を作ってほしいのじゃ。部屋にレンガキッチンと収納箱と井戸を一つずつ置いたお城のキッチンを作ってくれ。さあ、早速ひらめいたんで作っていきましょうかね。レンガキッチン。さあ、この辺はすぐできそうですね。こっちも聞いとこうかな。最近また物がなくなる気がするんです。私が隠しておいたジャガイモも何者かに。これってひょっとして例のスパイの仕業なんでしょうか。それはそうと、デインバリアもできて陣地の中は安全です。しかし戦いはこれから激しくなるでしょう。そこで池上さんに兵士が傷を癒すための救急セットを作ってほしいんです。救急キットと木箱、そして椅子を一つずつ並べておいて救急セットを作ってください。もしガラスが必要なら素材の砂は、城の地面にあると思います。雪を溶けて探してみてくださいね。ちょうどガラス作ってんだよね。別件でなんか作れないかなって思って作ってたら、たまたまとはいえなんかできそうだね。さて、どこに調理場を作るかだな。料理する場所か。食材の近くだし、どうかこの辺でいいのかな。おほ、勝手にレベルが上がったぞ。お、レベルが上がってまたなんかひらめいた。お、炎の剣すごい強そう。うわ、これは絶対作っておかないとね。あと必要なもんちょっとだけ回収していこう。よし、これ大丈夫かな。ちょっと材料ね、一部足りないものがあったんでね、これで大丈夫かなと思います。これだな、救急キット。よし、できた。んで大丈夫かな。あとは井戸か。井戸もなんか1個持ってたような気がするけど。あ、やっぱ持ってたか。よし、こんなとこだね。暴れてるね。入れないけどね。
ああ、炎の剣作ろうと思ったけど、爆弾石ってのがないのか。イベント進めたら作れるようになるのかな。まあ、とりあえず、遊んでいいわ。お城のキッチンから作っていかないとね。レンガキッチン、収納箱と井戸。井戸持ってたと思うんだよね。これだ。あと収納箱。収納箱はここにするか。で、井戸をここにするか。お、超小さいけど、お城のキッチン。完成だ。これで OK かな。さあ、それでは任務の方達成したんで、話しかけていきましょう。わしの求めに応じ、お城のキッチンを作ってくれたのじゃな。うむむ、これは良いものじゃ。お城のキッチンがあれば、住人が料理を作り収納箱に入れてくれよう、時折確認してみるがよい。時に雪闇、この陣地を包囲しておる魔物もそうじゃが、あんな数の魔物、どこから湧いてくるのかの。倒しても倒しても、次々に現れ襲ってくる。これもハーゴンの力なのじゃろうか。陣地も整い、敵と戦う力はついてきた。しかし、これからのことはまだまだ不安じゃ。こんな時、わしの幼馴染のあやつがおってくれたら少しは気が収まるのにの。誰だ幼馴染。おじいちゃんだからおばあちゃんみたいな人がいるってことかな。さて、あとはもう一人の方ミッション進めていかないとね。救急 キットと木箱か。救急キット、木箱、椅子だね。どこに作ればいいんだろう。部屋、この辺でいいかな。それか前線基地みたいなところに作った方がいいのかな。この辺前線基地にしてみるか。さて、部屋作ったからここでいいのかな。木箱置いて、救急キット置いて、椅子。あ、これでいいんだ。これでセットってことか。こんな感じで使うってことね。ちょっと向きおかしいな。ちょっと気に入らないので、こう、うん、これでバッチリ。あー、なんかこれならもうちょっと作ってあげたいな、できれば。あと、なんか前線基地っぽくするんだったら、これもこっちに持ってくるかな。ここ一応前線基地みたいな感じにして、ここ治療する場所にして、こっちなんかこう装備を置いてあげるみたいな感じにすればいいかな。さあ、報告していこう。私のような影の薄い女のために救急セットを作ってくれたんですね。私、感動しました。救急セットがあれば、傷を負った兵士が自分の判断で椅子に座り、体力を回復します。ただ、戦いの最中に倒れた兵士は、自分では救急セットに行けませんので、池上さんがベッドに運んでくださいね。それはそうと、池上さん、例のスパイの話ですが、私、考えれば考えるほど気になってしまって、物がなくなるのもそうなんですが、夜な夜な魔物と話している兵士の姿を見たっていう噂もあって、ここだけの話ですが、私は案外ジロームさんが怪しいと思いますよ。あの目は絶対何か隠してますよ。私はこれからも調査を続けます。スパイには気をつけて。あんまり疑いたくないけどね。さあ、それじゃあそのまま続けてやっていきましょうかね。あれから私は王様に話を聞き、ずっと魔法兵器について考えていた。以前この城にも魔法に詳しいご老人がいてな、ふとその方の研究室を思い出したのだ。これから敵の攻撃に対応した防衛設備と魔法兵器を作っていけば、狂弾との戦いを続けていくことができるだろう。魔法の作業台を使えば魔力を帯びた強力な武器を作れるはずだ。ならば私たちももっと魔法を知るべきだろう。そこで頼みがある。今後さまざまな魔法兵器を作っていくために、城内に魔法研究所を作ってほしいのだ。部屋の中に魔法の作業台、水晶玉、丸クッション、そして香炉を置き、魔法研究所を作ってくれ。結構なんかいっぱい同時にレシピ浮かぶな。素材足りるといいな。水晶玉とかね、いかにもって感じのお部屋作らなきゃいけないんだね。なるほど。こっちは、さあ、ちょっと疑惑のジローム。さて、じゃあ、雪闇、せっかくお城のキッチンを作ったのじゃ、一つわしに料理を作ってくれるんか。作ってほしいのはポトフじゃ。ポトフがあれば体が温まり、敵と戦う闘志も湧いてこよう。
ポトフはレンガキッチンにジャガイモと生肉、そして水を入れれば完成するじゃろう。水はジャガイモ畑の水場からお主が持つ乾きの壺で汲み、レンガキッチンに向かって撒けば入れられる。生肉は時折魔物の首狩り族が落とすのを見たことがあるぞ。さあ、3つの料理素材でうまいポトフを作り、わしにご馳走してくれ。これぐらいならすぐ作れるかな。はい、それでは早速料理の方を作っていきましょう。生肉入れます。じゃがいも入れます。そして R2 でいいのかな。あ、違うな、待って、ほう、入ったかな、これで。さあ、これでいいのかな。ポトフ、生肉、じゃがいも、水、大丈夫そう。さて、もう夜になってしまったな。寝てる間に完成するでしょ。寝ましょう。その前に肉だけちょっと焼いとこう。よし、完成してるね。ちょっと放置しとこう。さあ、ポトフができてるな。よし、完成。さあ、これをやろう。ついにポトフが完成したのだな。かかか、良いぞ良いぞ。では早速そのポトフをわしにくれ。うむ、もったりとしてねっとりとして、それでいて上品で、なんとうまいポトフじゃ。ポトフは体力や満腹度が大きく回復するだけでなく、攻撃力も上がる上、たくさん作ると良いぞ。ところで雪闇、わしが以前話したスパイの話、お主は信じてくれようの。またスパイの話か。スパイスパイって一緒に戦うやつを疑って面白いのか。面白くてやっておるわけではない。わしは仲間たちを案じておるだけじゃ。誰がスパイかなど分かったものではないぞ。リックかアネッサか王様かもしれん。王様まで疑ってんのかお前。ああ、もしかするとわしの可能性もあるのを。知らず知らずのうちに魔物になっておったとか。じいさん、どうかしまったのか。なんなら治療室に運んでやるぜ。なかなか指導も結構厳しい言葉吐きますね。もし陣地の中に魔物がおるなら、真実を映すというラーの鏡があれば正体を見破れるものの。ラーの鏡か。結構ドラクエで結構必須の、必須っていうかよく出てくる定番って感じじゃないですか。あ、ちょっと待って、間違えた。ポトフどうせなら作っといた方がいいな。それ、これでいいのかな。よし、これでポトフ作っておけるから。さあ、これでどうなの。一旦ミッションない感じになったか。こっちだけだよね、あとは。あとは部屋の中に魔法の作業台、水晶玉、丸クッション、そして航路で魔法研究所か。終わった。じゃあこの辺を魔法研究所とするしかないな。結構ね、場所がないんですよね、意外と。いろんなとこにいろんなもん作りすぎて。さて、だいたい必要なもんできたから、これかわいいから自分の部屋にも一個置いとこう。さて、そして部屋の方、これで完成だといいんだけどね。お、魔法研究所できた。はい、完全に完成ですね。こじんまりとしてますが、入り口と、回復所と、そして魔法研究所で、みんなの寝る場所。結構この辺は連動させときゃね、近くにあれば何でもやりやすいんじゃないかな。ゆきやみ、魔法研究所を作ってくれたのだな。ありがとう、助かるぞ。魔法研究所があれば人々がものづくりを手伝ってくれるはずだ。今までより早くものを作れるようになる。ところでゆきやみ、君の相棒の指導とは付き合いが長いのか。私はムーンブルクの将軍としてさまざまな兵士を見てきたが、あんなに強い戦士には出会ったことがない。ただ戦争は規律が大切だ。身勝手な言動は味方全員の危険を招く。指導は欠かせない戦力だが、あの無鉄砲さが気がかりだ。
君がうまく抑えてやるのだぞ。まあ指導なんかちょっといろいろ考え込んでる部分もありましたからね、このムーンブルク編入ってから。ややこの気配はなんだ、何が起きてる。多分この外にいるやつがいるせいでイベントが進んでないだけだと思う。ちょっと回収しよう。今あとちょっとこっそりとね、今お風呂を作ってるんでね、まだ完成してないんで後日ちょっと作り上げ、仕上げていきたいと思います。さあみんな集まってますね。早速じゃあ話進めていきましょう。鐘の音に釣られやがったのか、ハンゴン軍の連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るか楽しみだな。どうだ、戦いの準備はいいか。まあ、ちょっと怖いけどね。よし、どんな敵が攻めてこようが俺が残らずぶっ潰してやる。え、またパワーアップした。あ、そんなことはないか。さあ行くぞ。俺は今暴れたくて仕方ない。なんか指導がここへ来て完全になんか覚醒したみたいな感じになってるのかな。通り進んでいったらどうなるんだろうね。敵になったりしなきゃいいんだけど、まあ、ちょっとここにも防衛する場所作ってあるんですよね。弓矢が打ち出せるということで、さあ倒してやるぜ。さあ第一陣はほぼ魔導士部隊みたいな感じですね。あ、しかし味方もねしっかりと武装をしっかりさせてありますんでね、強いですよ。鋼装備もみんな持ってるし。さあ必殺が使えますが、まだ残しておきましょう。おーおーおお、来ますね。まとめて吹っ飛ばしてやるぜ。おーらいよ、指導やれ。よーし、すごい、一撃で、すげえ、指導めちゃくちゃ強いじゃないか。やったぞ。これでこの辺の広場も使えるのかな。ハーゴン軍の連中を倒せたな。いつも以上に手応えがあったぜ。指導さん、あなたの戦いぶり感動しました。これからあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。聞いたかよ、ユキアミ。こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。兄貴というのは気持ち悪いが、ついていきたいなら好きにしろ。それはそうと、敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴らがいたね。あんまりみんな苦戦してる様子なかったけどね。あれは妖術師だ。奴らの魔法は今ある城壁もデインバリアも飛び越えてきてしまう。奴らの魔法を防ぐためにもそろそろ城門を作らなければならないな。敵の攻撃で城の一部が破壊されてしまったの。じゃが案ずるな。今やわしらとてビルダーじゃ。城の壁を修復するゆえしばし待っておれ。この辺はね、やっぱり前作と比べるとやっぱ楽な点ですよね。拠点、まあ、壊されたとしても元に戻してくれるっていう。さあとりあえず中に入るのか、みんな。あれ、みんなどこ行くの。城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な縄文作りを進めたい。縄文があれば、攻撃を防げるだけでなく守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。さあ、ユキアミ、まずは防御と同時に攻撃もできる縄文の設計図を書いてくれ。そんな都合のいいもんできるかね。縄文の設計図、うわー、これはすごいけど時間かかりそう。材料集めんの大変じゃないこれ。むむ、これはすごい。縄文の設計図が描けたのだな。強固な門だけでなく城内から攻撃できる大弓もあるとは。これでハーゴン軍を迎え撃てるだろう。でもこれだけの建物を雪闇だけで作るのは大変だ。早くも僕たちの出番が来たね。これだけ大きな建物だ。建築はビルダーになった僕たちに任せて、雪闇には建材集めを頼みたい。あ、今回逆みたいな感じなのか。建材も集めてほしいんだけど。え、今まで大きな建築をするときは仲間たちが建材を集めてくれていただって。すまないが僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。収納箱に城の壁やその他の素材を入れてくれれば私たちも建築を手伝います。
まず大理石を集めて城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個は必要です。他にも必要なものは作業台を見れば確認できるようになっています。大弓や鉄の錠も収納箱に入れてくれれば私たちだけでも置けますが、ゆきやみさんが置いてくれてもいいですよ。とにかく、建材がなければ僕たちの建築が止まってしまう。君は建材の供給を気にかけてくれ。城門の完成がムーンブルク城の再建につながるだろう。すまないが私はビルダーではない。建築は君たちで進めてくれ。さあ、なかなか面倒な話になりましたよこれ。いやー、集めるの時間かかりますわこれ。絶対1時間とかそんなコースでしょうね、おそらく。これは大変。さあ、材料の方を結構入れましたけど、これは時間かかりそうですね。さあ、材料の供給をなんとかしないとな。作りまくらなきゃダメなのか。800個って絶対足りないだろう。困ったな。さあ、帰ってまいりました。一応ね、大理石の方も、まあ、前回収した場所でね、だいぶ回収してこれたんで、あと足りない分は城の裏に、廃墟になってた部分があったので、そこをね、切り崩して一応材料に当てました。ちょうどこっちですね。こっちはもうガタガタです。正直もう何も、大理石が全然足りないんで、どっか他を掘ればもしかしたら出てくるのかもしれなかったんですけど、まあ面倒くさかったんで、まあ、普通に崩しました。さあ、そろそろ材料ね、大量に持ってきたんで、建築してくれてるけど、多分完成すると思います。いやー、やっとできた。時間かかりました。さあ、お城完成ですからね、これでハーゴングの方動きが出ると思うんですよね。ストーリー結構大きく進むんじゃないかな。素晴らしい、城門が完成し城の形が整ったぞ。これも全部ゆきやみとビルダーになったみんなのものづくりの力だね。城門の完成で陣地は確保できた。陣地の拡大はここまででいいだろう。これで名実ともにここは我らの城だ。そしてこの城門なら夜槌の魔法根碑も中には届かないだろう。他の魔物たちも効率よく撃退できるはずだ。作ってくれたトゲ罠やデインバリアは敵が侵入した時のために今の場所を残しておくといい。もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。それにしてもよくやってくれた。そなたには何でも好きな褒美を取らす。何なりと申してみよ。王様、褒美なんてどこにあります。この城には食べ物だって足りてないのに。そうであったな。ひとまずこれでムーンブルク城の再建はできた。お題は達成だ。とりあえず第一段階はほんで終了と。いやー、よかったよかった。王様の命令ほんでコンプリート。からどんどんまたストーリー進んでいくんでしょうね。ちょっと見ていこうかな。改めて礼を言う。城門を作ってくれてありがとう。ものづくりというのは本当にすごいものだ。君の力も尊敬に値する。だが私はやはり教団の教えは捨てられない。信念は曲げられないのだ。うん、また信念か。信念信念、うるさいやつだぜ。だがもちろんこれからも教団と戦い続けるために全力を尽くす。君たちの邪魔もしないから安心してくれ。さて雪神、強大なハーゴン軍と戦うには頑丈な城に立てこもって戦うのが上策だ。くれぐれも深追いせず城の設備を生かして戦いを続けていこう。まあどっかで攻勢に出なきゃいけないけどね。お、指導が珍しくなんか任務出てるね。さてと、城門もできたんだ。ここを取り囲んでやがるハーゴン軍をぶっ倒そうぜ。お前まさか敵が攻めてくるまで待っているつもりか。たまにはこっちから吹っかけてみようぜ。
敵を挑発してこの城までおびき寄せるんだ。どうだ、準備はいいか。なんか指導焦ってる感じあるけど大丈夫かな。行くか。よし、そうこなくちゃな。いくら城門を作ったって作っただけじゃ勝てないからな。あ、待て指導、勝手な行動するな。思いつきで動かれては戦争にならないぞ。うるさい、貴様は黙ってろ。その戦争を終わらせに行くんだよ。行くぞ、俺についてこい。わかった分かった、行くよ。これでなんか起きるな、これ。本当はみんなと一緒に行った方がいいんだろうけど。よし、アーゴン軍の連中を挑発してやろうぜ。親玉もろとも城におびき寄せるんだ。何、どうやるのかだって。まあ見てろよ。おお、結構もう突っ込んでくね。おい、トロル、あやつらはムーンブルクの戦士か。まったく貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもな。やっぱり親玉がトロルだからか。違うか、親玉が醜く太ってやがるから手下の雑魚どももみんなトロいんだな。何を言わせておけば。言ってるそばから歩くのも武器を振り下ろすのもトロすぎてあくびが出るぜ。怒ってる怒ってる。ああ、ゆっくりだな。でも怒ってる。ああ、味方一人倒れてるぞ。やつを捕らえろ、城ごと潰せ。よし、とりあえずこんなとこだろう。急いで城に戻ろうぜ。おお、もう総攻撃みたいになったぞ。見たかよ、あのトロールの顔。これでやつらここに攻めてくるぜ。あ、リック飛んできたね。どこに行ってたんだ。アネッサが探して。うお、この揺れは。おいでなすったぜ、敵だ。これ迎え撃てるのかな。ビルダーに粛清せよって言ってる。あ、粛清よって言ってるのか。まあどっちにしてもし、いやだ、粛清しに来る。武器でみんなで対応しなきゃ。俺も外出るか、一応みんな一応外で戦ってるからな。全部倒すだけだ。あ、いいね、全滅じゃないか。おお、来た来た、第二陣か。やってやるよ。あんまり前出ない方がいいよな。さっき言ってた通り、この辺で城の設備を生かしながら戦おう。幸い中から弓矢打ってくれてるから、この辺で陣取ってやればうまく倒せるんじゃないかな、全部。よし、いい感じ。どんどん来ますね。思ったよりしぶとは、いつもトゲ罠でやってるからかな、ちょっと手こずるような感じあるな。よし、これで決めてやる。よし、あと1体。さあ、大丈夫そうだね。黒叩きだ。あー、来た、大井軍大将トロル。ゆるゆると攻め続けるのももう終わりだ。今すぐこのチャチな城を潰してやる。さあ、いけるかな。これでおしまいだとか言ってる。怖っ。ゆっくりだけど攻撃力が高そうだよな。あいつ攻撃したら城壊れるんじゃね。あら、やっぱり。あ、ちょっと破壊してくる、破壊してくる。数字ぶっ壊しに上がった。いや、まずいな、まずいな、これは。指導必殺技たまんないかな。よし、これで大丈夫だと思いたい。あとは後ろからも。うわー、やっぱり城がどんどん壊れてくる。よし、必殺が使える。これで決めてやる。もう倒せる。よし、やったぞ。だがかなり壊されてしまった。せっかく作ったのにいきなり壊れたぞ。
トロイトロルの軍勢をぶっ倒せたな。これで城の包囲は解けたはずだ。シド、敵を挑発しておびき出すなど勝手な行動はするなと言ったはずだ。黙れよ、勝てたんだからいいじゃないか。険悪なムードになってしまったな。勝手な行動は問題だが、負ける戦いを繰り返してたわしらがまさかハーゴン軍に勝てるとは。教団を捨てビルダーとなったわしもハーゴン軍に勝てるかどうかは正直半信半疑であった。しかしこれならばいけそうだ。戦い続ける宿命から逃れられるかもしれぬ。改めてわしからソナさん頼みがある。なんだ。ユキャミは王の頼みを聞く前に壊れた城を修復しようではないか。包囲軍に勝利できて嬉しいが、硬い城の壁を壊せる敵もおったようじゃ。これは厄介じゃな。まあトロールだけでしたけどね。とにかく修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるがよい。お主はしばし待っておれ。ありがとうございます。これは本当本当助かる。さあそして王様のミッションか。さて雪神よ、わしはムーンブルクの王として決断したぞ。ハーゴン軍と戦い必ずや勝つとな。しかし兵士や民たちの中にはまだ踏ん切りがつかない者もおるだろう。そこでだ、皆に戦いの決意を示し城の中心となるものをそなたに作ってほしい。まあなんか旗みたいなやつ作れってことかな。もしかして先ほどの戦いでトロールめがこんなものを落としていった。これを使って何か作れぬか。魔法の火種石、初めて見るアイテムかな。わしの希望は伝えよう。あとはそれをそなたが形にし城門の下にある目印の場所に置いてくれ。なんだろう、なんかこう希望の旗みたいな、なんかそんな感じのものなのかな。どう、全然違ったわみんな。ロトのかがり火ね、伝説の勇者が灯したというかがり火、なんか豪華そうだね。わかったわかった、早速じゃあ作ってみよう。ロトのかがり火、なんか大それたね、勇者系のアイテムのような感じですね。ロトシリーズ作れんの。あ、作れるわ。はい、じゃあ早速できた。さあこれをどこに持っていけばいいの。なんか優勝トロフィーみてえだな。どこに置けばいいの、所定の場所って。城の中心ってここなの。ほい、ギョエー。どうした王様、これは素晴らしい。これこそわしが思い描いたロトのかがり火、皆のものを見るがよい。おお、なんかすごい、何が変わったんだ。なんか雪が消し飛んだように見えたけど、何がどう変わったんだろう、全然分かんなかった。わあ、これは城内に降り積もっていた雪が溶けました。これもロトのかがり火の力なんですね。その通り、このかがり火があればもう城内に雪が積もることはあるまい。それに不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくるようじゃ。これならあの強大なハーゴン軍にも勝てるかもしれませんね。ああ、戦いを続けるんじゃない、勝つんだハーゴン軍に。リックの言う通りじゃ、ムーブルクに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。よーし、やるぞ皆の者、これからの目標は打倒ハーゴン軍である。そんな効果があるとはな、このかがり火。よくやってくれたな、これで皆の心が一つになった。これからはハーゴン軍の撃破こそ目的だ。だがロトのかがり火はまだ完成しておらん。完成には王家の紋章が必要となろう。実は何代も前の王の時代の話だが、勇者ある王家の紋章がハーゴン軍に奪われたのだ。トロルが率いておったのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎ、強大な敵はまだまだ残っておる。いつの日かこの地の総督を倒し、王家の紋章をかがり火に掲げればこの地に平和が戻った証となろう。ムーンブルクの全ての敵を倒し王家の紋章を取り戻す。その日までどうか共に戦ってくれ。ああ、今からじゃあ順番に派遣されてくる総督みたいなやつを全部倒していけばいいのかな。
さてそうと決まれば今日のところは寝るとしよう。せいてはことを潜んじる。本格的な戦いは明日からだ。もしも眠れるのならわし自らムンブルク王家の歴史を枕元で延々と語ってもよいのだぞ。それは遠慮したい。ロトのかがり火か、なかなかおぞましいものを作ったな。しかしこの世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。だが教団の手先となれば仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ、悪い話ではあるまい。悪魔神官様のご命令の通りに自分の信念に従って。ああこれはアネッサの方か。信念って言葉でアネッサのなんか感じがある。よく言った。では城内に恐怖と疑心を広めよう。そしてビルダーたちの力を抑え込むのだ。勝つことは許されず負ける戦いを永遠に繰り返すか。ここが禁断の島っていうのもうなずけるな。それにしてもこの島のやつらやけに信念信念うるさいな。一体何だってんだ。ん？そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってられないだと？お前いつになくそれっぽいこと言うじゃないか。ちょっとイラッとしたぜ。信念っていうのは俺にはわからない。だが雪闇、俺はお前を信じてるぜ。昨日の戦いでもそうだったが、最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。お前ルルと3人で出所祝いをやった時俺が言ったこと覚えてるか。俺に何かあったらお前が俺を思い切りぶん殴って目を覚まさせてくれ。俺が信じてやるんだ。俺をがっかりさせるようなことするなよ。三木網指導、その達は本当に仲が良いな。だからいろいろ隠れてて全く見えない。そしてやはりそなたたちはこの地の人間とは少し違うようだ。わしはあのビルダーの鐘を聞き多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いこともな。そなたたちはこのムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれん。わしにも分からぬこの世界の秘密にな。大いなる謎、世界の秘密。おいヒゲ、それはどういうことだ。ヒゲ、このムーンブルク王を捕まえて。ん？おい、ユキヤミ、あっちから人の声が聞こえるぞ。なんだ、誰か来たのか。誰か弱ってるやつがいるな。行ってみようぜ。はい、それでは、次回あそこになんか遭難してるっぽい人をね、見に行きたいと思います。今回はここまで。結構ね、プレイ時間ね、短く感じるかもしれませんが、私の方は相当長い時間プレイしてたんで、ちょっとね、今日はここまでにしたいと思います。またね、次回、なるべく早めにね、動画の方出せるようにね、ちょっと時間見つけて、プレイしていきますんで、どうかよろしくお願いします。よかったら見に来てください。またちょっと私の方リアルの方のね試験勉強も頑張りますんで、皆さんよかったら、また来てください。それでは今日はここまでにします。失礼します。